iPhone13 購入したんですけど、初めてあの今シネマティックモードで撮影してます。これ音入ってっかな、なかなか綺麗な映像が撮れてるね。前回のマシンのね、サンプリングしたところの動画をねお届けしたものの続きなんですけども、まずはね前回のおさらいとして今回使う、サンプリングのね元音源っていうのを聞いていきましょう。この音がですね、こんな感じの、ものに変わってます。はい。今のね部分はね、前回のマシーンの動画ではねあのなかった部分なんだけど、イントロにねこんなものをサンプリングチョップして、持ってきました。それでですね、今画面の中でハイブリッドリバーブと EQ8 とコンプレッサーリミッターっていうのが見えてると思うんですけど、これあの元音源ね、先ほどの元音源、もう一回聞いてみましょう。元音源これね、この音源にはね結構ねホワイトノイズが乗ってる感じなんですよね。で、サンプリングした時にもマシンで打ち込んでる時もねそのサーという音がねどうしても入ってしまうということで、EQ8 を使ってですね、 EQ8 のハイカットをね使ってですね、これですね、このホワイトノイズを消してます。はい、メインの部分なんですけども聞いてもらいましょう。はい、今もあれですね、 EQ8 が効いた状態なのでそこまでねホワイトノイズは気にならないんだけど、これをね一回 EQ8 を切ってみるね、切ってみると、ヘッドホンとかねイヤホンをつけてもらうとよくわかると思うんだけど、ホワイトノイズが結構乗ってるんですね。なのでこれを EQ8 でね、軽減させてるっていうねところですね。で、あとねもう一つ前半のイントロの部分でさっき聞いていただいてわかったかなと思うんだけど、イントロのね部分でかなりディレイをねどぎつく聞かした部分があります。それがこの部分なんですけども、ちょっと聞いてもらいましょう。はい、かなりねエコーというかねディレイが効いてる感じなんですけど、これはどういったエフェクトを使ってるかっていうと、まずAbletonライブ11に入っているディレイ、そしてフィルターディレイ、この2つをまず入れて、でマグネティックっていうね、このごっついねインターフェースのこのマグネティックってやつがあるんですが、これはMAX4 ライブっていうねAbletonの特化したデバイス
があるんですけど、その中にね含まれてるエフェクトです。マグネティックっていうね、かなり強力なね、まあディレイ&リバーブというか、あの響きをね出すことが、できる、エフェクトでですね。でキャラクターもね、こうローファイとか、これは201かな、あとオールドダークとかっていうのがあって、で今回はローファイっていうのを使ってます。でチャンネルもね、なんか11チャンネルぐらいあって、で例えばあの5とかにして、で月6にしてみてとか、鳴り方がね、鳴り方が結構こうチャンネルによって違うっていう、ね、でまあ今回僕は1番が気に入ったので1番にしたんですけど、はい、ちょっとねディレイに関してはね、結構僕ダブワイズ、ジャマイカのリー・スクラッチペリーとか好きなんですけど、ああいった感じのねディレイの音を今追求してるところで、なかなかねリー・スクラッチペリーみたいなディレイは出せないんだけど、まあ研究してるところですね、うん、はい。で、このねディレイとフィルターディレイ、これを切ってマグネティックだけでも全然面白い音なんだけど、うん、でもねもうちょっとねパワーというか全体的なボリューム感を出すのに、このディレイ、そしてピンポンディレイ、これディレイでここの部分ねピンポンディレイにしてます。はい。でモードはフェイドってものにして、もともとこんぐらいねこのウィこれワイズっていうのかな、これが高いんだけどちょっと低めにして、であとこの3つもねインプットフィルターってやつをちょっと若干自分の好みでね調整してます。はい。でこれを切るとね、今聞かしたっけ、切るとこんな感じ。はい。でこれを入れるとこんな感じね、響きがねだいぶ違う。まあピンポンディレイがねかなり効いてるかなっていうふうに思うんですけど、まあこんな感じでねディレイを調節してます。じゃあイントロの部分を聞いてみましょう。みたいな感じでね、始まります。であとは僕がよく使うこれね、ローファイグローってやつを使って、まあ、ビニールアンプノイズっていうね、まあローファイヒップホップ特有のねレコードのプツプツ音みたいなのを演出してます。まあこんな感じの音です。はい。今みたいなね感じの音でちょっとアナログ感を出してます。であとはね、まあこの中盤でね、中盤でこんな感じのねドラムを入れてちょっと雰囲気を変えて、さらにこれもねスプライスから持ってきた、声ネタをね入れてます。こんな感じです。はい。っていうね、これはねなんか NASA のね、宇宙飛行士がなんか喋ってるような、声ネタなんだけど、何を言ってるのかちょっとねわかんないんですけどこういったネタをね、小ネタを挟んで、まあ90年代から2000年の初期ぐらいに流行った感じの、まあ、東海岸風ローファイヒップホップっていうね感じの曲を作ってます。はい。でこれにまあラップなり、まあ、レゲエ DJ なりをね乗っけて、曲を作ろうかなっていうふうに思ってます。はい。というわけでね、今回は、
まあ、僕がね、曲にこんな感じのエフェクト入れてますよっていうね簡単な動画だったんですが、どうだったでしょうか。参考になれば幸い、参考になったのならば幸いです。参考になったのならば幸いです。それではね、今日はこんな感じでお別れしたいと思います。またお会いしましょう。バイバイ。